台湾の有機食品工業ウェイリー、スーヒョウコウ、スーパイコウ系麺、揚げ麺に粉末スープと調味料がついています。麺はやや細めでエッジのある扁平断面、台湾製品らしいひょろひょろとした食感があります。スープは落ち着きのある味で粉末っぽいながらじんわりとくる旨味が出ています。醤油分は薄めです。ベジタリアン向けの素食食品のはずですが、動物系っぽいパワフルさを結構感じます。